今日もロケハン。箱ボコボコだけど、届きました。注文してたやつ。このハンドルの上にコールドシューついてて、その上にモニターだったりとかアクセサリーが載せれたりとか、こんな感じでマイクつけれたりとかもするみたい。私はこういう感じでハンドルのみでの仕様になりますけど。こんにちは、うまいです。お届け物があったものなんですけど、こういうねジンバルのハンドルになります。はい、まあ、どういう風に使うかね、ちょっと今からお見せするんですけど、多分いろんなジンバルで使えるようになると思うんですけど、私が使ってるのは、ウィービル S っていう、ものになります。まあ、いろんな会社がねジンバル出してるんですけど、私はこのジウンのウィービル S が好きな理由はやっぱりコンパクトだからっていうのがあって、で私のちょっと今ジンバルの仕様がもともとオリジナルで来た感じではなくなってるんですけど、ここの部分ね、はい、このマウントを取り付ける部分ちょっと改良して、こんな感じでスパッと取れるようにしています。これはねウランジの、F38 っていうね、なんかマウント、クイックシューマウントなんですけど、それをねここの下に、マウントとプレートかませて、こうやってねサクッとね取り外しができるようにしています。これがないとこうくるくる式なので、ネジをこうくる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 って巻いて刺したり取ったりする感じになります。これの紹介はね前してるので、もし興味がある方は、この辺に動画リンク貼っておきます。ここにもね同様につけてあるので、まあ、こんな感じでねこっちのマウントにしたいときは、はい、こういう感じでカチッと止めて、もう一瞬でできるようにしてるんですけど、こいつをかませる場所っていうのはここになるので、一旦このプレートをちょっと外します。プレート取ったんで、これをちょっと置いておいて、プレートがついてたお尻の部分、今ネジ穴だけになってるんですけど、こっちにもネジが、オスがあるので、はい、ここのオスの方をここに取り付けていきたいと思います。これはもう単純に、巻くだけのことなので、まあ、こう押し当てて、ボールになってる部分、ここね、ダイヤルの部分っていうんですかね、これをこう巻いていけばカチッと止まります。で、自分の、まあ、置きたいポジションをちょっとチェックして、まあ、私は真横がいいのでこんな感じでね、はい、真横に置いて押さえながらキュッと締めます。はい、もうこれでかなりがっちり止まってます。これで一応完成なんですけど、でその下にさっきのねハンドル、これつけないと三脚みたいな役割があるのでジンバルがね自立できないので、私はこれをつけるんですけど、このマウントがついてない場合はさっきと同じようにこれを取ると下の、ね、プレートはオスになってるので、オスでこうネジで入れる感じになります。同じようなクイックシューをつけてる人はさっきのねマウントついてた下の方をメスになってるので、ここに取り付けます。はい、こういうのね取り付ける時はこのピンセットの後ろの方で私はやってるんですけど、コインとかでねやってもいいと思うんですけど、ここねしっかりつけないと緩んでくるんでね。でこれをちょっとでこう足ねこういう感じで三脚になるので、まあ、これで立ててジンバルのねバランス取ったりとかするんですけど、これがないとこの1本で支えることになるので、まあ普通の使用感としてはこういう感じで、ここ持ってここ下も持ってこう動かすというか、はい、これをここで持ててこう動かせる、うん、っていう感じになります。まあ、両手がねこう横の位置になるとやっぱり安定感はありますね。はい、ここね指の形になってるというか、こう手がこう入りやすいようになみなみになってるんですけど、これもすごい掴みやすくて私はお気に入りです。で、まあ、こっちをね上につけてももちろんね邪魔になったりはしないので、まあ、こんな感じのセットアップになりますね。で下のローアングル取りたい時はこっちからさっとここに切り替えてこうっていう感じでね。で、立てるときは安定させたいときにここに、ここをしっかり掴んで取るとか。まあ、こういう感じでね、このハンドルを使っています。で最近ね、このセットアップで、まあ、何本かね、撮影してるんですけど、まあ、使用感なんですけど、
まあ、最初のうちはちょっと慣れなかったです。ちょっと慣れなくて、やっぱり癖でね、結局これついててもこうやって持ってたりとかしてたんですよ。で最初はね、しかもこれをこっち側に、左手側につけて、まあなんでかっていうと右手で操作が、ボタンの操作がしやすいかなと思ったんですけど、個人的になんですけど右にあった方が使いやすいので、右にねこんな感じで当てて使ってます。下を持たずにこんな感じで私はよく使ってます。これが一番ね、なんか安定するような気がします。でもう一個、ちょっとこれは特殊な使い方だと思うんですけど、ここを持ってここにね当たるんですよ、手首が。こんな感じで、はい、触れるんですけど、これがなんかすごい安定するんですよ。特にこうやって下に持っていくときに、ここがこう動いたりしないので、ここでストッパーになっているというか、ここでストップをかけた状態でこうカメラを下ろしていく、はい、っていう感じで、使ったりもしています。これはね、たまたま現場でなんかそういう風に気づいたら使ってたって感じですかね。もう一個自分がよくやる使い方としては、ここを広げて、こうね、足の一本がお腹の方向に向けるようにして、こんな感じで撮るとさらに安定していますね。はい、まあ、これはこれがない時もこうやってやったりするんですけど、今のこっちがあった方がやっぱりこう持ちやすいというか安定しますね。私は今のところ使う予定はないんですけど、ここね、便利にネジもあったりして、4分の1とね、8分の3だと思うんですけど、はい、でここにコールドシューもあってね、ここにまあアクセサリーだったりモニターだったり、マウントできるようになっています。でさらにここ横の方ですね、ここにも、これも全部ネジ穴になってるので、ここにもねアクセサリーをつけることができます。かなりね、拡張性には優れてるハンドルだと思います。まあ、使っての感想というのをちょっと述べていきたいんですけど、基本的にはね、やっぱり一本でこうあるより、慣れると右手ちゃんと置いて、ここで安定した撮影ができるようになると思います。これもね、個人差あるかもしれないんですけど、まあ、基本的には一本で持つよりは多分こっちにあった方が安定するかなと思います。でこのハンドル自体が全て、まあ、メタル製というか、金属製でできているので、ぶつけたりだとか、なんか重さできしむようなこともないですね。はい、すごいしっかりしてます。ちゃんとね、このダイヤルの部分、下のネジの部分もね、ちゃんと金属製なんですよ。摩耗したりとか割れたりとか、そういうことはね多分ないと思います。まあ、使ってみて馴染むかどうかもその方次第っていう感じですかね。私もやっぱり最初は1本でこれつけてもやってたので、これつけてる意味あんのかなってなっちゃってる時あったんですけど、でもやっぱ慣れてくるとね、やっぱここにしっかりね手が伸びてくるようになって、今はこれがあると使いやすいなという感じありますね。まあ、これをねつけることによって気になる方がいるかもしれない点としては、重さとコンパクトさが少しなくなるということですかね。これが全部金属製でできてるっていうところなんですけど、まあ、基本的にジンバルにカメラを乗せるとね、重いセットアップになって結構疲れてくんですけど、まあ、このねウィービル S 自体はまあ、軽めのジンバルで、それも購入したポイントになったんですけど、まあ、軽めのジンバルなので、まあ、これをつけても、私、個人的には、まあ、大丈夫かなっていう感じですけど、まあ、もともと結構重めのジンバル使ってる方で、まあ、こういうハンドルなくても、結構な、重くて辛いんだよなっていう方は、これを足すと、まあ、さらに重くなっちゃうので、まあ、その軽量をちょっと取るか安定性を取るかっていうところでもね、考えた方がいいかもしれません。重さについてはね、この辺に載せておきます。はい、まあ、実感してすごいわかるかって言われたら、そんなにまでは私は重さなんかすごい重くなったなって感じではないですけど、コンパクトさなんですけど、まあ、これがなければね、これだけのスペースでここからここまで、まあ、収納ができたところを、ここの幅が出ちゃうっていうことで、まあ、このまましまうんであれば、そこが気になる人はいるかもしれません。私はきっとここをね、ちょっと取るか、こっち側にずらして、まあ、縦に長くするか、という感じでね、収納しているんですけど、まあ、でも基本的にはね、このまま運んでますね。バックパックになんかしまっておくみたいなことっていうよりは、結構、ジンバルをね、右手にこう持って、現場までバックパック背負って行ってっていう感じ多いので、あとはね、ライトが必要な、撮影シーンだったりしたら、もうカートにワゴンに入れて運んじゃってるので、まあ、その辺個人的には気にならないですけど、基本的には今ずっとね気に入って1回つけてもう取り外して使ったことはないですね。ずっとつけっぱなしにしてあります。まあ、ということでね、ちょっともう結構長年ジンバルハンドルなしで使ってきたんですけど、まあ、そんなにね価格も高いものではないので、ちょっとトライしてみようかなと思って、購入してみました。普段使ってるねジンバルの安定性がちょっとしっくりきてないとか、重みでねなんかこう揺れることがあるとか、
かこっちにねあのハンドルを1個足すともしかしたら安定するかもしれません。あのこれね2つつけることもできるんですよ、両側に。こういう感じのセットアップにして、もうここだけで真ん中は触らずにここだけでこう使うみたいなね付け方もあるので、1本こう持つのどうもちょっと持ちづらいんだよなとか思って使っている方いたら試してみたらいいかもしれません。まあ、特にねジンバルつけててもねやっぱり手ブレするときあるんですよね。あのすごい細かいあの振動だったりとか拾ったりするね環境もあるので、まあ、そういうときにねより安定してるかなと思います。これをつけて少なくなったあの現象というかあのいい意味でっていうのは、1本でこう持ってるとハンドルだけをこうやってクッて動かしたらカメラがカッて動くんですよ。ジンバルってここ動くんで、こんな感じでここだけこうクッてやると、フォローしてくるので、クッてやった後にカッてこうカメラが動くんですよ、カッっていう感じで。でこれがここに手を当てることによって、これがねこう一緒にもう本体と一緒にこう動くっていうことになるので、カッっていう動きがねだいぶ軽減されますね。まあね、これ買ってやることをね、どんな状況であっても、これがついててもついてなくても意識するべきなんですけどね。例えば85ミリのね、単焦点だとか、望遠の方になってくると、画角がね、狭くなればなるほど、やっぱこういう敏感な動きがね、すごいわかりやすくなるんですよ、映像で。まあ、それがね、結構低減されたなっていう印象がありました。今のところ多分6本ぐらいの撮影で、まあ、1回の撮影で、ね、6時間とか5時間ぐらい使ってるので、まあ、結構ね、使っててね、気づく点だとか、あのいい点だとか、そういうことがね分かってきたので、ちょっと今日は新しく導入したこのジンバルハンドルをご紹介してみました。で最近ねちょっと撮影多くて、まあ、あのすごいよく使う機材とか、あのやっぱり使っててこれお気に入りだなっていう機材がねあの結構出てきてるので、今度ねそういう撮影に持っていく、動画撮影に持っていく機材のちょっと特集というか、あのもやりたいなと思っています。動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。